受かるか受からないかは正直わからないですね。っていうのも科目がめちゃめちゃ多いし、終わってないし、全部記述、ほぼね、数値を書くだけだったら、まあ採点できるんですけど、記述が結構あって、でみんながどれぐらいできるのかとか、あと記述のね、どれぐらい点数くれるもんなのかとか、そこら辺とかがいまいち分かんないので、レベル感とかね。あと一応CPA 会計学院という予備校に通ってるんですけど、模試とかの、合格っていうか、ボーダー、ちょうど合格するラインですよっていう答案と、あと優秀答案っていう、かなりこれだけ書ければ上位ですよっていう答案が開示というか、見れるんですよ。で、それを、まあ、目通したりして、なるほど、これぐらい書ければ、優秀答案ね。これぐらい書ければボーダー答案なのね。なるほどね。っていう感じなんですけど、いまいちわからないですね。わからないっていうのは自分が書いてて、じゃあ自分のは、なんか、ボーダー答案より劣ってる気がするし、優秀答案ですって言われても、おお、意外と記述 OK くれたんだ。ともなるだろうし、何ともわからんなっていうような感じですね。実際にやっぱり、何て言うんだろうな、採点官による採点で何位っていう順位が出て、判定が出てっていうのを実際にやんないと、いまいちこう自分の中ではわかんない。まあもちろんこれが試験3ヶ月前とか4ヶ月前とか、まだ時間ちょっとあるなっていうタイミングだったら、冷静に、ここは大丈夫、ここはダメ、まあこれぐらいだろうって冷静な分析ができると思うんですけど、こんだけ直前期になると、そのボーダー答案と一個一個比べながらみたいなこともできないし、まあだったら採点してもらった方が早いんですけど、怖いですよね。怖いですよね。その直前期の自分、直前期ってやっぱ楽観的な時もあれば悲観的になることもあるじゃないですか。そのなんかこう感情のブレによって、これワンチャン優秀答案じゃね？みたいな楽観的な気分の時と、やばいやばい全然ダメだよみたいな悲観的な時と、まあ自分のね、心の状態によってその自己採点がめちゃめちゃこうブレるので、なんかもうわからないっていうところです。はい。で、あとね、計算科目、まあ特に管理会計なんですけど、ちょっと単等式試験の時のなんか名残でゴリ押そうとしちゃってて、論文式試験に向けてほぼ手つけられてないっていうのがちょっと怖いなっていう、そこの部分でかなり足引っ張ってしまったらどうしようっていう不安がありますね。まあ、そんなところですかね。あと監査論とか、正直不安だなっていう。租税法財務会計経営学は、さすがに合格ラインには乗ってほしいかなっていうところではあるんですけど、あと企業法は、企業法、なんとも言えないな。わ かんないな。企業法って僕司法試験受かってるじゃないですか。だからいけそうじゃないですか。パッと聞いた感じ。でも怖いんですよね。ほぼ勉強してない。まあ、イキリなのかどうかっていうところなんですけど、イキリじゃないんですよ。間に合わなかったんですよね。本当は企業法もちゃんとやりたいなって思ってたんですけど。そう、企業法ちゃんとやりたいなって思ってたんですけど、まあ、ほぼ何もやってないので。ただ、その法的思考力、自分の中で、まず、これって何条の条文だろうっていうのは、パッパッパッと拾いながら、条文に沿って考えていくっていう、その法的思考力は残ってる。だから、皆さん、数学得意な人って、何年経っても、
数学の問題出された時に、んこれってこうこうじゃないかなみたいな感じでなんとなく解けるみたいな、そういうノリで、まあそのね、司法試験を受かってからだいぶ時間が空いてますけど、その知識、細かい知識は当然忘れてるけど、なんとなくの考え方は身についてるから、論文式試験で最悪そのなんていうの、硬い点数、硬い答案は作れるんじゃないかなっていう目論みです、はい、だから企業法はやばいっていう感じですね、うん、だから逆に言えば僕が司法試験の時にちゃんとやりました、そっから時間が経ってまあ担当式試験に向けて細かい知識のリハビリはしたんですけど、そのじゃあどれだけ論文式試験に挑めるかっていうのは見どころかもしれないですね。これで逆に論文式試験でボロボロだったらやっぱりちゃんと復習しなきゃいけないねってなるし、ね、常にキャッチアップしなきゃいけないねってなるし、これで僕が点数取れてたとしたら、なんていうの、やっぱり勉強ってその思考力っていうところは残るからっていうね、そのいつか忘れちゃうからやんなくてもいいじゃんっていうのじゃなくて、あとは使わないからやんなくていいじゃんじゃなくて、その思考力、考え方っていうのがいろんなところに活かせるようになるからいいよっていう、まあ、そういうメッセージもあるし、まあじゃあ僕が点数低かったらもう勉強しなくていいじゃん、だって忘れるんだもんってなるかって言ったらそういうことじゃないのでね、あの単純に僕の細かい知識とかはそりゃ忘れたりするんで、ね、思い出す時間が減るだけで忘れはするので、それをそのちゃんとメンテナンスしなかった自分が悪い。あと司法試験の企業法って思考力さえあればいいもんじゃないですからねっていう結論に落ちるだけかもしれませんしね。まあ分かんないです、やってみないと分かんないので頑張ります。はい。